久保さん、19時から。もう多分動画を送る頃にはもうあれですかね。準備、があるみたいですね。そう。まあ、電話の話にしましょうか。あの、電話って多分かなり歴史古くないですか多分、ベル、ベル。なんかベルさんが作ったのかな。まあ、めっちゃ古いですよね、電話って。で、それからん多分100年ぐらい、電話の歴史って多分探せば結構100年以上経ってんのか分かんないですけども、結構長いと思うんですよ。で、 なんで、その、昔からある電話に依存するのかっていうところで、別に依存する必要性がないわけじゃないですか。昔は、電話が神、電話が携帯電話になって、携帯でいろいろやり取りができるすげえってなりましたけど、今って別に、LINE、メール、Facebook、メッセンジャー、まあ何でもやり取りできるわけですよ。だ電話って僕必要あんのかなと思うんですよね。今。別に電話がなくても、その、なんだろうな。 まあ、ぶっちゃけですよ。ネット回線使えば <laughs>、その、じゃあ、ズームもできるし、スカイプでこう、テレビ電話みたいな、まあ、その電話っちゃ電話がわかんないですけど、だから予定を決めて、お互いに予定をスケジュール調整して、じゃあやりましょうっていうことで、で、会話するなり、電話でやる、あの、テレビ電話的な感じでやるのかっていうのは、別にできるわけじゃないですか。で、本当に久保さんが言う通り、電話って、もう、あの、いきなりかかってきますよね。問答無用で。 あ、あれがね、僕ね、やっぱね、久保さんの言う通り、あれ嫌なんですよ。あれ嫌なんですよ。だから僕はもう電話に絶対電話っていうね。ちょっとダジャレなんですけど。電話に絶対電話っていうことで、もう電話にね、もう最近ね、ほぼ出ないですね、電話に。ほぼ、9割9分ほぼ電話に出ないです。で、あとで、その調べますの、着歴で。着歴で調べて、なんか、あ、この電話番号重要な電話番号だって見たら、書けますね。 うん、だから基本的に絶対電話に出ないです、僕、うん。だって別に電話に出ないから、出ないからって言って、視聴あの僕、僕、生活に影響全くないですから。で、こんなこと言うと、いや、それはちょっとね、いや、電話に出ないと仕事できないよっていう人もいるじゃないですか。だからそれはそれでしょうがないと思います。電話に出ないと仕事ができないっていう仕事をしてるわけですから、僕の場合は電話に出なくても仕事ができるっていう,う,う仕事をしてるので、電話に出ないんですよ。 だから、こういう生活をしたい。だから、前なんか、竹花さんがなんか言ってたのかななんか、そのビジ、堀江さんが電話なんかするな、電話ダメだって言ってて、で、竹花さんが、あーそんな無理だろうみたいなね。ビジネスマンで電話出ないとか無理じゃないと。まあ、それは電話を使ってる仕事をやってる人は無理ですよね。 だからまあ結論言うと、自分がどういうライフスタイルを築きたいのかって話なんですよ。別に、電話に出ないといけないっていうライフスタイルがいいのか、それとも電話に出なくても全然余裕でやっていけるっていうライフスタイルがいいのか、僕は電話に出なくても,も、自分の時間は自分で決めるっていうライフスタイルが僕は最高だと思いますので、あのそっちの道を選んでいる。じゃあ、そっちの道を選んでるから、じゃあ、そっちの道で稼ぐためにやるべきことを当たり前にやっているって。 ただそれだけですね。な電話が悪とかじゃなくてその電話を出ないといけない環境に自分が選択していていてるんじゃないっていう <laughs> 別に今は選択ができるわけですからその選択ができるのにその選択をしていないで選択この話をすると「お前はいいよな」とかねあ「お前はできるからいいよな」と「いやいやいやみんなできないよ」って「みんなできないけどできるようになっただけだよ」っていうその選択をしてみんなできなかったけどできるようになっただけだよって話で。 まあ、久保さんのそのね、パソコン40年前から出てて、その、その時若かったよねって話ですけど。<laughs> じゃあその時に自分が、あ、これからパソコンだと、これすげえの出てきたなっていうふうに受け取って、ちょっとパソコンの勉強しないといけないなと思って、なんかやってたら多分メールぐらいできましたよね、さすがに。<laughs> 多分気嫌いしてたんですよね。<laughs> あ,あこれなんかわみたいな気嫌いして、してたんでしょう。そこに興味をも持つ、持たないっていうその選択は自分次第じゃないですか。 で僕はこれからネットの時代だなと思ったんであの、パソコン全然使えなかったですけど、覚えましたよね。覚えました。だから最初タイピングですよ。解だっていうねタイピングがあるんですけど、あずっとやってましたね。だからブラインドタッチであの文章が打てるように、もう解だっていうやつをもうとにかくずっとゲームやってましたね。あれあの、すごいいいソフトなんですけど、あれでタイピングを覚えました、僕。 で、なんで覚えたかっていうと、これからパソコンの時代だし、まあ、ブラインドタッチは最低当たり前にできた方がかっこいいし、なんか絶対作業効率上がるし、まあその、ね、稼ぐとか全くわかんないですよ。その時大学生ぐらいの時だったかなうん。だけど、なんかブラインドタッチできた方が今後絶対生きるよなって思ってやったんで。はい。ということで、なんかまた最近ブツブツ切れ始めましたね。やっぱダメっすね。パソコン高くてもダメだな。<laughs> まあいいやあのー、まあいろいろ言いましたけどとりあえず、あのー、自分の選択をしっかり自分で決めるってことですね別にもういろいろき今なんだろうないろんな選択があるわけです本当にもう自宅にいながらいくらでも世界に発信できるっていう選択もあるわけですよ でそれをしますかしませんかっていうだけであって、でしない人の多くっていうのは、いや、できませんとか、時間がないとか、スキルがないとか、難しいとかね、なんかいろいろなことを理由にするんですけど、いや、最初みんなそこからスタートだし、最初からなんかね、生まれた瞬間からプログラムかけてとか、ね、そんな人いないじゃないですか。だからそこを超えるか超えないかっていう、その超える選択をするのか、超えない選択をするのかっていう、それも自分次第かなと思いますね。 でも、そんなこと言ったら、普通のリアルの仕事も、だって、最初からね、新しい職場について、新しく覚える仕事ばっかじゃないですか。じゃそれを気嫌いしてたら、どの会社でも、うん、うん、仕事できなくないですかっていう。いや、ちょっとこの、この新しい仕事、私に合わないんです。みたいな。で、転職する。いや、ちょっとこの仕事難しいですね。ちょっと合わないですね。辞める。いつ、いつ転職になるねみたいな。そのうち年取って、就職できないよって話になるじゃないですか。 まあ、それはどこ行っても一緒だと思いますよ。うん。そう。まあ、もちろんね、簡単な仕事もありますけどね。あのー、立ってるだけとか、なんか、タイなんかこ道、道路のね、カウンターボサン押すとかね。なんか、いろいろな仕事あるんで、あれですけど、ただ、あのー、給料を多く稼ぎたい。給料をめちゃめちゃ多く稼ぎたい。月収100万レベル行きたいっていうことであるならば、これで100万は無理ですね。ね。 ねあの、椅子に座ってね、1台通りました、勝ち、これ、これで1万円みたいなね。ボタン1回押して1万円とかね。<laughs> そんなバイトありますないですよね。<laughs> うん。だからまあ、当たり前、100万稼ぐためには当たり前のスキルをつけていくってことですね。で、その当たり前のスキルから、スキルがあるから当たり前に100万稼げるってことですね。いってらっしゃい。